86丁目駅は、マンハッタン区、アッパーイーストサイドとヨークビル境の86丁目から2番街、交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IND2 番街線の駅である。N 系統がラッシュ時のみ、Q 系統が終日、R 系統がラッシュ時に北高1本のみ停車する。補助建屋上層コンコース建設中の トンネル改札外インディペンデントサブウェイシステムは1919 19年に東路線の建設を提案した。しかし、世界恐慌で計画は立ち消えとなった。この路線は今はなき IRT2 番外線と IRT3 番外線の代替となる予定だった。当駅は86丁目公開駅、84丁目駅、89丁目駅の代替となる予定だった。 1968年に発表されたプログラム4アクションでは126丁目から34丁目にかけてと34丁目からホワイトホールストリートまでの2区間に分けて建設されることとなっていた。1999年に地域計画協会は計画された31の駅のうちの一つとして86丁目を含む2番外線の建設を検討した。 それによると、駅は86丁目と82丁目に出入り口が建設される予定になっていた。2007年3月、IND2 番街線の建設再開が決定した。第1期区間の建設は44億5000万ドルから45億ドルになるとされ、2番街 -105 丁目から72丁目を経由し、3番街 -63 丁目までの区間が該当する。 または、92丁目から63丁目にかけて、トンネルを建設し、92丁目から95丁目に、かけてにトンネルボーリングマシン用の発射箱を建設し、69丁目と72丁目に、アクセスシャフトを建設する契約を、建設会社と結んだ。また、建設は、スカンスカ USA シビル、及び、JFC コンストラクションが担当する。 路線の建設は2007年4月15日に始まり、2007年6月に駅の建設計画が決まる予定だった。2011年9月15日に駅を建設する契約がスカンスカ・ USA お及びトレーラー・ブロス社と契約を結んだ。2013年1月17日の時点では83丁目から87丁目までの区間は53%が完工していた。 また、2013年7月時点で、駅は53%が観光していた。スカンスカとトレーラーは、地下のトンネル、入り口、及び付近の周りにコンクリートを付設する他に、防水や鉄筋の工事を行っていた。2014年5月時点では1番2番で入り口は、完成していた。2014年12月の時点で、駅の外壁は完成しており、 二番外線建設の進捗は4分の3に達した。駅は2016年5月16日に完成を予定していたが、10月までずれ込んだ。2016年10月、労働者は駅の13基のエスカレーターのうち10機しか設置できていなかったため、駅が予定通りに開かない可能性があると発表した。その後、2016年12月18日までに完成した。 そして2017年1月1日の開業を迎えるのであった。改札外駅は島式ホーム一面2線のシンプルな構造である。駅は地下鉄内にある他の島式ホームの駅よりもホーム幅が広く取られている。ワシントンメトロの駅に多くある円形の天井が特徴である。ホームは地表から93フィート下にある。ホーム幅は27.8フィートある。 駅には空調システムが設置されている。サブウェイポートレーツ、チャッククローズ制作のアートワークサブウェイポートレーツが展示されている。一番出入り口で入り口は3カ所にあり、エスカレーター10機とエレベーター1機があるが、階段は一切ない。二番出入り口二番外、先行橋インフォメーションセンターは二番外線の初期、開業区間の写真の展示などを行っている。 2013年6月25日に開業した。2014年5月23日、二番外線の建設に使用された建設技術に関する新しい展示、エンルート二番外線の建設に使用された技術と技術がセンターで発表された。また、二番外線列車を運転できるシミュレーターが設置された。建設の過程を通して、または、 アッパーイーストサイドの住民に建設現場を報告した。2016年までの3年間で2万人以上が利用した。ありがとうございます。